どうも、ご担当です。では、トークショーを始めたいと思います。よろしくお願いします。それでは、ですね、今回事前に質問をいただいたそうで、その箱の中に入ってるのかな？入ってます。はい、いただきました。はい。これをじゃあ、カン君に、はい、何だかで聞いていただいて、はい、じゃあ、可能な限りお答えします。はい、名前呼ばれた方はお聞きください。最後に翔太さんのサングラスについてのこだわり、何でしょう、こちらは。眩しくなければ。はい。黒でやる。これは眩しくないですね、これだったらね。ピンクいい。いかん眩しいわ。翔太いい。どういう質問なの？目をつぶってください。この中で自分が一番ゴルフが上手いと思っている人は手を挙げてください。これ全員挙げるんだ。この4人の中です。この4人の中で、実力一番、この中で目つぶんなくてよくない？もう目つぶんなくてよくない？間違いなく全員あげます。ゴルファーってそういうもんですか？すみません、プロゴルファーは、はい、自分が一番だと思ってます。病院って何が原因なのかをまず本当にチェックするのが一番かなって思います。あとは本当に休む。ちょっともう次行っちゃって、マークさん、とりあえず私は休みます。はい、やっぱそれと、あと針とか登録者数10万人になったら何かやりたいことありますか？ちなみに今は何万人？5万5000人。5万5000人ぐらい増えましたね。うち5万4000人ぐらい。俺そうだね。そうだ、変わらず、はい、変わらず。ちなみにどのぐらいまでに10万人にしたいとか目標は？いや、今年でしょ。だいぶきついけどね。大丈夫？全然もうあと1週間いけます。全然いけます。2週間もあるんです。はい、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうすけさん、フライヤーするかしないかの見極め方、これ難しいですね。素敵な質問。はい、今日僕なんか葉っぱでフライヤーさせたんですけど。わざとさせたの？そう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 。あのなんかどうしても160ヤードピッチングで届かせたくて。普通に届くじゃん。いや、あのね、ちょっと風とかいろいろあったんで、いくら俺でもやっぱり、いいしかない。うん、だから葉っぱをわざとボールの後ろに置いて、でそのペナルティーじゃない、大丈夫です。あのティーショットだから、ティーショットだから、そう。それでうまくフライヤーしてグリーン越えてっちゃったんですけど、9番で言うと、いや、その時にもうみんな煽ってて、ピッチングしかみんな持ってなかったんです。そう、うち2人ぐらい池入ってるから。そうですね、フライヤーってまあそういうもんなんでしょうね。どう、なんかあるフライヤーについて。まあ、芝が後ろにあるだけだね。距離アップのコツ、審査飛距離アップのコツ、はい、あ、それはもう僕に任せてください。これは何だよ、これは。まず、一番は自分のティーの高さを確認するパターンに入ってもらって、ちゃんと芯までボールの位置が届いてるかどうかですよね。ボールの位置がこの下にあるとスピン量が増えてまず飛ばなくなっちゃう。常に届かないじゃん、テレビ。そう、そういう時はちょっと手前を叩いて地面をへこます。芯で捉えることが飛距離アップの一番のコツだと思います。だそうです。はい、ちょっともう違うみたいな。やっぱ飛ぶ人は言うことが違うんですよ。よかったの今ので、ね。あ、エロ神様、今日一緒に回りました。昨日うちの店にも来ていただきました。応援に行ける試合などあれば教えてください。どうでしょう？今のところはあまりないですかね。あ、決まったら多分 YouTube で流すと思います。
ありがとうございます。ミニツアーとかだとやっぱり中入れないし、チャレンジの旋回とかも入れない。大太郎さんのオープン競技とかでたまに決勝入れる。飛距離に特化したい方はウェイトトレーニングを、スコアアップしたい方は自重トレーニングを。カン君は子供の時にレッスン受けてたんですか？受けてません。はい。ストーンさん、目標1年後、3年後、5年後全員来たい。あー、なんか未来ってもう眩しくて見えないんで目標立てらんないんですよね。海パンさん、高妻仁一郎プロのチャンネル専属カメラマンとしても活躍されている竹内プロですが、ショータイムと違う点、登録人物が豪華、おだちん、登場人物が豪華、おだちんが出る、編集のうまさなどありましたら教えてください。ショータイムと高妻仁一郎プロのチャンネルの違い、何すかね、俺が出るか出ないかぐらいの。そうなってしまった。ヨッシーさん、僕への質問はダイレクトメッセージください。ちゃんと回答しますので。フェリックスは豆なのでシーカー、大穴だけの方が来ます、はい、ありがとうございます。りょうさん、パットのラインを読む方法があれば教えていただきたいです。りょうさん、聞かれたかもしれない。私も知りたい。知りたい。じゃあパットの名手の俺から言うと、結構パッティングでも空中戦なんで台詞読まなくていいと思うんですよ。台詞でカップに取る、だから外れたらもう OB っすね。スガソウさん、あ、400ヤード飛ばすためには、あ、結構赤道直下とか行くと、台風が生まれたり嵐が吹き荒れるんですよ。まあアメリカのハリケーンとかでもいいし、その一瞬の隙をついて何でも行くと400ヤード行くかもしれない。ただ自分の体が200ヤードぐらい飛ぶかもしれない。よろしいですか？いや、本当飛ばし屋です。今日ですね、残り80ヤードからパターで2回で終わらせてバーディーしてすごい。もうね、あのパター上げようかって思ったんですけど、でもさすがに俺以外に似合う人いないなと思って。パターのパターですか？そう、普通のパターだと折れるから。そうね、折れるね。何しちゃいけない。りょうさん、なん、自分に合ったボールの決め方を教えてください。どう？ダメだ俺じゃないですね。何か分かんない。自分に合ったボール。僕最近なんかもうだんだんパターに特化してきちゃって、トラックマンでパターで打って一番飛ぶやつを選んでるんですよ。そしたらなんか2ピースになっちゃいました。ありがとうございます。打感は大事ですね。アプローチとかパターの打感で柔らかいとか硬いとか。鳥さんは翔太さん、いつも同じような服ですので新しいのを買ったりしないですか？必要ならサポートします。鳥さんいらっしゃいますか？サポートしてもらえよ。ありがとうございます。僕あんまり服にお金かけないので。あんまり買わないです。多分5年前ぐらいから同じ服ずっと見てます。2着ぐらいのローテーションで。スネさん、筋トレしても飛距離がなかなか300を超えないのですが、何か飛距離を伸ばすのに意識していることはありますか？どう？筋トレしかしない。筋トレさそうですね、はい、もっとするってこと？じゃあもっと筋トレすればいい。足りないちょっと。スグルッチさん、スイングの時に意識しているところを教えてください。僕はないんですけど、翔太もないって。僕は多分右足のヒールアップぐらいに。あ、そうね、右足ね、うん、あとティア君時間かけること。そうね、あれ大事だから。ミニ単位で。そうね、スイングの前にも始まってるって言われて。俺結構真似してんだけどさ。止まったねこれ。写真から長い。ちょっとスロープレーな
のです。こんな感じで、インテンショナルフォローの出し方を教えてください。僕と一緒に回れば常にそうなるので、その出し方を知りたいから。いやもう出し方というか出ちゃうから。もし缶いないときどうするの。いやもうそれは吹かない。だから俺になるとちょっと厳しいんで。そう、じゃあぜひオファーを。そうですね、はい、ありがとうございます。次は景品。はい、皆さんお楽しみの成績発表をしたいと思います。ドラゴンの景品は、うん、恐れのドラゴン。おお、すごい。結局ドラゴンだったんですね。これがね、アウトの方のドラゴン取った方は、缶が使用していた、今年ずっとこれ今年使用してたドライバー、これを使えば350ヤードぐらいは取れますけど、80X のシャッター入ってるので、体を壊さないように気をつけていただきながら使っていただけたらと思います。もう一つは僕がショットイップス克服するためにずっと直ドラしてた時に使ってた、直ドラに適したドライバーですので、これを使えばまず曲がらないし直ドラはうまくできます。はい、じゃあ47位からどんどん発表していきましょう。47位の景品は何でしょう。これが1万円です。はい、じゃあ、それから動画で使ったやつ。動画で使ったやつ、すごい。73度のやつ。うまっ。全部使って75だから。はい、じゃあ47位、太田龍二さん。これでパワープレイ出して、太田がワンオーバーだったからな。太田さんはパープレイ行ける。はい、じゃあ7位、アウトが49、インが58、107、ハンデが 32.4 で、テントが 74.6。 金本さん、これは1万円近くで使った高広が、高広が選んだ、高広が選んだ1万円の8秒。はい、4位はアウトが50、インが53、103、ハンデが30で、テントが73。矢崎さん、ハイブリッドパターン。あ、これ缶のパターン、缶のハイブリッドパターン。これは優勝です。優勝の検証商品は、優勝の商品、もう優勝いっていいですか。これもうすごいっすよ、優勝賞。優勝は何ですか。なんとマジ招待の文字出演権。これは他のメンバーまで決まってないですか。ショートさん、とりあえずショートさんと一緒に回れますよ。そして動画、ラウンド動画もワンラウンド。企画とかあかんもん、ね、企画とかは考えてるんですか。考えてないです。じゃあ真剣勝負、招待のカップ、はい、まあそれ出れると思う。はい、招待に行ってもらったもん。はい、じゃあスコア、スコアアウト38、イン45、クロス83、ハンディキャップ12、ネット 76.0。 平田裕樹さん、おおめでとうございます。じゃあ、せっかくなので優勝者、優勝コメントをいただきましょう。皆さんお疲れ様でした。初回のゴルフいつも楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。いつもなんかちょうどいい時間に上がって、いつも風呂で見てるんですけどなんかゴルフの動画でこんなに爆笑することないぐらい笑って本当に楽しく見させていただきます。これからもいっぱい稼いで楽しい動画もいっぱい上げてもらって頑張ってください。出演の意気込みとか、意気込みですか。そうですね今日ちょっと緊張して、前半すごい7ホールで11オーバーぐらい叩いて、そこから11オーバーで終わったので、その調子でいけるように、負けないように頑張りたいと思います。Thank you.